はい、ふむむチャンネルのふむむです。今日はですね、7月14日、今10時50分ぐらいですね、こちらは、台東日日パークにやってまいりました。こんな感じですね。一応もうなんか黄色旗がついてるんで海水浴場が始まったんでしょうかね。はい、一番向こうが、オリンピック会場ですね。ズームしましょう。サーフィンやってる方は結構いらっしゃいますね。いるけど歩いてんのかな。あ、いや、沖にいますね。ずっとこんな感じです。うん、こちらはまあ、初心者の方なのかな。で、こっちが中級ぐらいの人になるんでしょうか。うん、一応ですね、今7月15日で、おそらく来週ぐらいから梅雨が明けます。そうするとこちら台東海水浴場も開かれて、おそらくいっぱいになっちゃいます。で、私の目の方もあと2日後手術なので、多分7月はこれが最後になると思います。撮影はこちらの場所からはですね。はい、一応海水浴場もこのように、なんか黄色旗が立ってますから、もう始まってんのかな、ちょっと分かりませんけど、でもすごい綺麗ですよね。砂浜が海水浴やるのには非常にいい場所だと思いますよ。ほら、非常にここら辺なんかはもう全然危なくないので。それでは、台東ビーチパークからお別れします。ではでは。